けしの誰でも聞かそう Good Times with Art。 こんばんは。こんばんは。はい、はい、ということでございまして、はい、今週の誰でもピカソで、はい、はい、あら始まりました。そろーっと入ってきましたね今。なんか銀座アスターのお姉ちゃんが。何をおっしゃいますか。モデルでタレントの花ちゃんです。花ちゃん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 。決まりました。はい、うん。今日のテーマは。花ちゃんって言うと花ちゃんとなんかサーカスとか出てきたよね。クマじゃないですか。今日はですね、食とアート。食、はい、に深く関わってるんですか。花ちゃんは。いや、あのお菓子作りが好きなんですけど、はい、そこでですかね。花ちゃんはですね、大学で美術史を学んでいて、モデルになってからそのお菓子の本を出したりとか、アートと食に。花ちゃんは大学で美術史を学んでて、モデルになってお菓子の研究って全然合わねえじゃないか。三つとも。食とアート。何者なんでしょう。そして私は誰でしょうかって。ねえ。何でしょう。でも興味があるということで今日はお越しいただいたんですけれども。ラジオ仰天オークションで1000万円。アートで食を極める謎の芸術家登場。ピカソ特選食とアート、世界を震撼させた食器のオブジェ、真島良一って一体誰。昨年10月、イギリス最大のオークション会社クリスティーズが初めてアジアの前衛芸術家の作品のオークションを開催。その中でひときわ注目を集めたのが奇抜でユニークなこの作品、ヌードルボーイ、ヌードルガールと名付けられ、現代人の食生活を皮肉ったこの作品をクリスティーズはオークションの目玉商品として扱い、なんと1000万円の値段をつけた。作者は海外で高い評価を受けるアーティストの真島良一。性欲、睡眠欲と並び人間の三大欲の一つでもある食欲。真島はその食をテーマに、様々な社会問題をポップな作風で鋭く浮き彫りにする現代美術家である。そんなに騒がれるようなものじゃないんですけど、ただそれが現代美術だったっていうことだと思うんです。現代美術そんな高くないですからね。東京大田区、真島良一は自宅に近いここにアトリエを構え、美術の世界ではあまり取り上げられなかった食をテーマにした毒と笑いを含んだ作品を発表し続けている。真島のアートの原点は小学生の頃通っていたアート教室。彼はそこで美術の楽しさを知ったのだった。高校卒業後、さまざまなアルバイトをしていた真島が本格的にアートの道に進む決意をしたのは1974年。日本の美術教育に疑問を持っていたこともあり、独学で美術を学ぶため尊敬していた画家ゴヤの祖国であるスペインを目指した。マドリッドの美術学校で真島はアートの基本であるデッサンを毎日毎日、本当に腕が上がらなくなるほど真剣に描きまくった。1977年アメリカに渡り、ロサンゼルスのオディス美術大学で版画とコンセプチュアルアートを専攻。卒業後、大学院で版画を中心にさまざまなジャンルのアートを取り上げるインターメディアアートを学ぶ。1982年、8年ぶりに帰国。しかし、アメリカでは好意的に受け入れられた真島の作品も、一部の美術関係者を除き、当時の日本の美術界ではあまりにも前衛的すぎて受け入れられなかった。1986年、ファーストフードに代表される食の画一化に危機感を抱いた真島は、食をテーマにした制作活動を始める。その中でも特に真島が注目したのがお米。お米っていうのは、まあ、自分にとってはすごく自分の世界を表す一つの大きなそのシンボル、その経済の指標であるとともに社会の指標なんですね。社会問題にもなる、いろんな意味を含んでいるっていうのが米じゃないかなっていうふうには僕は思ってて、米の中にはいろんなあの自分のメッセージ託せるなっていうふうに思ってるんですよ。日本にアートブームが巻き起こったバブル期、その実情に疑問を持ち、真島は一時アート活動を停止、建築やデザインの仕事に携わり、しかしこの時の経験が彼の後の作品作りに大いに役立ち、刺激にもなった。
建造物の構造や使われる材料などを知った真島は、巨大な作品作りに取り組むとき、さまざまな方法でアプローチできるようになったのだ。1996年、食べることに始まり、食べることをやめることで終わる人間の一生を表現した大作、マンマを発表。翌年、日本ではとかく敷居の高い美術館やギャラリーのイメージを払拭し、アートをごく身近な存在にすべく作品をコンビニ形式で発表、そしてそこで販売まで行った。現在、真島は来年7月、米どころ新潟で開催される世界規模の芸術祭に出品する作品について、その実現の可能性を探っているところである。もちろんそこでも真島は食をテーマに毒と笑いを含んだ巨大な作品で我々を驚かすことを企んでいる。コンビニアートという不思議な組み合わせ、マジマートの商品ごゆっくり、はいはい、ご覧ください。これ値段書いたのは実際その値段で買えるっていうことなんですか？そうですね、私ちょっと見習いのアルバイトの身なので、あの商品の説明は一応店長の方からしていただきたいと思います、はい、店長、ね、店長、ちょっとしたコントが始まりそうな音楽ですね。テーマ音楽というね、こちらがですね、はい、店内の商品を作られたアーティストの真島良一さんです。よろしくお願いします。このテーマ曲も真島さんがで、僕がやったギャラリーの人たちが主に作ったんですけど、まあ、詩はかなり僕のとこから撮ってるんですけど、でもこの商品のちょっと分からないことがあったら、はい、皆さんぜひさっき言ってたその値段もこの値段で買えるっていうことなんですか？そうです。パイ丼ああパイが入ってる。これはなんでニューヨークさんとか茅ヶ崎さんとか分かるんですか？これはね、その地方地方の人たちですね。だから東京さんっていうのは東京の人、土地の女性の方の。そうです。あ、方が。ああ個人的。この真島の唐揚げどうしたんですか？これはこれはやっぱり本当はたけしの唐揚げなんか作りたかったんですけど、でもそれだといろいろほら問題が起きるといけないんで、もう自分自身やっちゃえば全然問題ないんで、まあ真島の唐揚げにしちゃったんですけど、もう肛門丸出しじゃないですかこれ。唐揚げちょっと揚げててよかったですよ。姿ですね。これ実際の美術館でこのような形にして作品も売ってるっていう。そうですね。やりました。東京ではギャラリーでやったんですけど、2号店は大阪でやりまして、そこは美術館でやりました、うん、こうどういう人が買っていくんですか？まあ、僕がすごく真面目なもんですから、はい、だいたいちょっと行ってるかなっていう人ちょっと行ってるかな、でまたコレクターっていうのはだいたいちょっと行ってる人が多いんですよ。同じ種類ということですよ。そうですね。まあ、上限があっこが秘宝館みたいになってるんですけど、おじさん今真面目な話しかずに、まあ、真面目な話そこに乗ってくのやめろ。おい違う、おがむな、恐れ入りました。おがむな、おがむな。花ちゃん買うとしたらこの中でこの招き猫欲しいわその招き猫いかがですか？この招き猫欲しいっすわ、うん、どうぞ買ってください。11万でしょなんか面白い形した招き猫。でも一点物ですから。サイン入ってる。ああ一点物ですね。まさにこれのお弁当かわいいですね。あ、ありがとう、ね、これ2万円ですよ。2万円、これ3万円ですか？これちょっと豪華にね、おかずついてくる。クリスマスツリーまでおしゃれな僕弁当3万円3万円いかがですかね。でもなんか一年中使えそうですね。そうですね。一年中何使うんですかおい司会者鋭いやない一生もんですよ。たけしさんはいかがですか？ここで買うとしたらカラスがいいなと。カラスいいですね。カラス、カラス、このカラス好きだなと。ああいいですね。ぜひ一つぜひ一つほんま店長ですねそしてですね、こちらが昨年ですね、クリスティーズのオークションで1000万円の値がつけられたということで、これがまた面白いな。これがヌードルボーイ、ヌードルガール。これ樹脂で固めてる。そうです、樹脂です。あらまあ、でも真島さん、これジャンクフードというか、その食べ物といっても、もう多いですよね。まあラーメンがジャンクかどうか僕は分からないけども、すごくポピュラーじゃないですか、日本人誰でも知っている。そうですね。そういうのを題材にしないと、もう本当に特殊になっちゃうんで、まあ、すごくポップアーティストって大体もう日常僕らが使っているようなものを使って何か言いたいことを言う、
だから、まあ、日本だけじゃなくてこうやってテレビがおかずになってる状態っていうのはどこの国でも今あるんですよ、うん、もうメインディッシュになっちゃってるわけですよね、テレビが、ね、はい、うん、猫、うん、猫気に入ってますこれ、ね、もう飼って持って帰るときファッと割れに帰るかも分かれへん欲しいな、はい、これどこに置いても大丈夫だよこれ、ねえ、うん、全然人のいない楽屋にポツンと置いといたら開けた人驚くだよこれ、うわ、なんかちょっと嬉しい気分になるかもしれない、嬉しいねこれ、うん、いや面白い面白い面白いですね、こういうのがバーって並んでいたら、ぜひじゃあ招き猫後で招き猫どうしようかな、ご購入ください。だからこういうものをどこに置くかって考えてね、うん、あのすごい苦労して持ってきたいね、なんかね、うん、またもう一つできますもんね、だから普通に見るのと北海道の最先端とかね、うん、カラフトとかそういうとこ持ってって、ね、置いとくんだからね、写真撮って、うん、すごい絵ですねそれも、はい、というわけでですね、花ちゃんと真島良一さんどうもありがとうございました。天才写真家アラーキーと巨匠たけしが夢の共演、アートバトルでは芸大のケンちゃんとエスパー伊藤が、お楽しみに。この番組は暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。